全部やっつけてやるわ。これはいいだろう。かなりの数の魔物ですね。姫様、ご無理はなされませんよ。大丈夫よクリフト、このくらい楽勝楽勝。この乾いた風よ、肌を焼く強い日差し、武術大会に出ていた頃を思い出すの。武術大会、いい響きね。私リルクさんとも勝負してみたいわ。
爆撃。喜び、我らの勝利じゃ。
よし、作戦通りに。いいだろう。この辺りは強い魔物が多いようですね。姫様、お下がりください。ここは私が。もう本当にクリフトは心配性ね。このくらい全然へっちゃらよ。かっこいい。私も負けてらんないわ。よし、ガンガン行くわよ。みんな元気がいいのは何よりだけど、命を大事にね。俺出番じゃぞ。氷結乱撃、おりゃ。
よし、ここまで来たらもう一息ね。ああ、最後まで気を抜かずに行くぞ。楽勝じゃな。見事、私とここまで戦える人間がいるとは。俺は最強の剣士だからな。甘く見ると
痛い目に遭うぜ。突撃！待て！考えなしに突っ込むな！見損なったぞ。助っ人がいたとはな。早合点するなよ。俺とは関係ないやつだ。では、あやつらから始末してやろう。あれ？意外と平気？まさか、その力、光の一族か。上々。まさかこれほど早く見つけられるとは。巡り合わせに感謝せねばなるまい。突き上げ！くらいなさい！少子。光の者どもよ、貴様らのこと、しかと見届けたぞ。この世界を救いたくば、我のもとに来るがよい。おい待て！光の者とか、世界を救うとか、一体何のことだ？余計なことをしてくれたな。助けに来たつもりか？こんな奴ら、俺一人で十分だ。え、ちょっと、そんなの無茶よ。普通はな。だが、あの剣士は腕が立ちそうだ。それに、俺たちの味方だという保証はない。なぜなら、また長いやつ。行くわよ、私たちも手伝わなくちゃ。おい、行くぞ。いいだろう。まったく、これ以上俺の邪魔はしてくれるなよ。もちろんだ。お前も俺の作戦の邪魔はするなよ。口だけじゃないといいけどな。キラーマシン3体だ。それぞれの特徴を見極めれば。このままでは。わかったわ。わかった。いいだろう。稲に敵を打った。氷結乱撃。
北欧快進撃。連携して攻めてくるか。楽しませてくれるぜ。追い詰められてやけになったか。その程度じゃ俺の剣には勝てないぜ。そろそろ限界だろ。とどめを刺してやるぜ。いたった。油断しちゃったわ。余計なことをしてくれたな。何よ。私あなたのことを心配して。あんなのに一人で勝てるわけないでしょ。勝てるさ。俺は最強の剣士だぞ。やっぱり味方じゃないのかも。だろ。だが確かに相当な使い手のようだ。一人では無理だったかもしれないが、そこに俺の作戦が加われば。知った風な口を聞くなよ。お前に俺の何がわかるって言うんだ。まあまあ、もういいじゃないの。あなたたちみんなすごいわよ。全部ひんむいて調べたくなっちゃうくらいにね。で、最強の剣士さん。強いのはわかったけど、そもそもあなたって何者なのかしら。あるものを探してここへ来たとだけ言っておこう。どういうわけかは知らんが、ここは俺のいた世界とは違うようだな。またしても別の世界からの客人か。なんとも不思議な縁よの。我らは世界を回り、ここと同じように魔物に奪われた町を救っているのじゃ。剣士殿、我らに力を貸してくれぬか。そなたほどの者が共に戦ってくれたら、皆心強いだろう。いきなりな話だが、まあいいだろう。光の者どもというのも気になるしな。お前たちについていくことにしよう。俺は最強の剣士、テリー。よろしく頼む。おい。
ディルク様。うん。